ユミリーヌが教える勝様運気予報。皆さん明けましておめでとうございます。今年もユミリーヌが毎月運気予報をお伝えしていきます。では運気数からお伝えしていきます。宿玉二玉の方の今月の運気数は5です。今月はやる気、勇気、元気、そしてアイデアが湧く時です。新しいことにチャレンジしていきましょう。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。宿玉二玉の方の2024年今年の運気は自我の季節です。そして今月1月の運気は自立の季節です。では宿玉二玉の方の自立の季節を詳しくお伝えしていきます。心身ともに好調で元気がみなぎる時期になります。新しいことにチャレンジしたくなるなど、とにかく積極的に取り組む姿勢が現れます。よってこれまで改善できなかった問題点や改善点に取り組むと良い方向へ進むことも。自立の季節では転居、転職、独立、企業などと相性が良い時期なので、目標や計画を行動に移すと良いでしょう。このように自立の季節ではアイデア発想が浮かぶ時です。アンテナを張り巡らせましょう。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく1月6日から2月3日までが1月の運気となります。そして最も気になるこの1月の自立の季節と重なる12、22、2月の1日。このように自立の月と自立の日が重なる日は、何かを始めるのにはとても良い日になります。アイデアを振り絞ってトライしましょう。では自立の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと独立心が強くなり挑戦欲が増す、そんな時でしょう。しかし悪い傾向に行くと妥協ができず攻撃的になりがちになるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと自立心が高まり単独で動きたくなる、そんな時でしょう。ところが行き過ぎると単独行動が過ぎると協調性がなくなるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと自身が望む転勤、転職のチャンスです。しかし悪い傾向に行くと独立心の高さから望まない退職するケースもありますので注意しましょう。このように運気予報をチェックして毎月の傾向を知ることで、今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆様いかがでしたでしょうか。この勝玉運気予報はあなたの人生の季節で分かることのほんの一部です。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。こちらではさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、そして2024年あなたに起こり得る出来事、またその対策など詳しく記しております。またあなたの運気のバイオリズム、そしてあなたの運気の上げ方など、このようにこと細かく記しております。あなたの2024年の運気、そして運気の上げ方を詳しく知りたい方は、概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておりますので、そちらからお問い合わせください。またあなたの近くにいる風玉鑑定士の先生にもお問い合わせしてみてください。ではグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。